皆さんこんにちは、柳井ゆめなです。はい、本日はですね、なんか場所違くねって感じなんですけど、お知らせがあります。お嬉しいお知らせです。今まではスタジオをお借りして、2個ぐらいスタジオがあって、そこに行ったり来たりして撮影してたんですけど、ついにゆめっぺハウスを借りました。お夢なの夢、夢っぺハウスを借りましたとはそう、夢っぺハウスって今名付けちゃいましたけど、勝手にお家をちょっとお借りしました。ここが私の専用というか、もう自分家みたいな感じで使えるお家を借りたんですよ。普通に本当に綺麗だし、もう全然住みたいんですよ、今すぐにでも。今後ここでキッチンもあるんで、お料理企画とか、お料理企画もできるし、まあ、それこそメイクでもいいし、スキンケアでもいいし、モーニングルーティーンとか撮ります？リアルめちゃめちゃ、なんかもう全然誰も得しないモーニングルーティーンですけど、大丈夫ですかね？大丈夫まあいろいろこれからここのお家でやっていきたいと思います。夢なしようにしていきたいですね、今後ね。ゲストとかもね、呼びやすいしね。そうですね、お友達呼びましょう。それこそね、ゆるキャンメンバーも呼びたいし、またね、またアイリーとかのコラボもしたいですし、一緒に料理も作れるじゃん。おー、いいね。はい、レンジ、あれめっちゃいいやつじゃないですか？めっちゃいいやつ、バルミューダ。オーブン使えるんですか、それ？使います。じゃあお菓子作りしましょう、オーブンで。よし、やりましょう。ではお部屋がね、何個かあるんで、その私の部屋みたいなところの部屋がそこにあるんで、ちょっと見せたいと思います。可愛いので、カモン。では私のお部屋にを紹介しますね。オープン。どうですか？良くないですか？めちゃめちゃね、シンプル。いや本当になんか可愛いペンギンさんもお願いしてくれてて、住みたい普通にここ。ダメです。ダメですか？はい、だって見て、テレビめっちゃでかいでしょ。ゲームもあるし、なんか人生ゲームとかスイッチもあるし、うわー、あ、ゲームやりたい。寝たいわ、もう。あれ、ここで。ダメですよ、まだ撮影いっぱいあるんで。あれ、あまあ、てな感じで、こんなお部屋です。柳井さん、一人暮らしとかしないですか？いや、したいんですよ、一人暮らしをしたくて。まあ、両親にもお話ししたんですけど、はい、まあ、なかなかね、地元のそのお仕事とかもあるし、今は厳しいっていう感じで、すぐには来れないみたいな感じなんですけど、でもいずれはすると思います。こうやって憧れの一人暮らし再現できたりするしね。うん、はい、ということで以上、ルームツアーでした。プチルームツアー、プチルームツアー。まあ、お風呂場とかもあるんですけど、お料理企画いっぱいやりたいですね。なんか何が見たいかコメントで教えてください。なんかモーニングルーティーン本当に見たい方がいたら、モーニングルーティーンでもいいし、ナイトルーティーン、まあナイトルーティーンでもいいし、何でもいいので、ぜひぜひお待ちしております。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おやすみなさい。え？チャンネル登録よろしくお願いします。押してね。